楽しませてくれるんだろうな。楽しませてくれるんだろうな。三成殿、ぜひ我らと来ていただきたい。お誘いは痛み入るが、得体の知れぬ奴のために働きたくはないのだ。なんという傲慢の思い。ならば力ずくでも来ていただく。三成様はお兄様方に包囲されている様子、急ぎお救いしなければ。来てやったぞ。断る。なぜどこの馬の骨とも知れぬ奴にホイホイついていかねばならぬのだ。英雄殿とはいえ、その言い草許せぬ。鬱陶しいのだよ。気に入らなければ力ずく。それがこの世界の流儀か。恐れよ。三成様、強引な誘いにお困りでしょう。私は安全な場所へお連れします。ふん、余計なお世話だ。貴様もさっきの奴らと同じ類だろ。信じてください。私はただあなた様を助けたいだけなのです。俺を助けたいというのなら策に協力しよう。この辺りの拠点を奪還してほしい。余計なことはするな。ただ拠点を取ればいい。手伝おう。大将首を取ろうとするならもっつりのお方じゃ。任せよ。まあまあやるではないか。では俺の秘策を見せてやろう。三成さんの考えが読めないな。みんな一旦彼から離れろ。今のうちに先へ進むぞ。しばらくは追ってこないはずだ。鮮やかに敵の包囲を突破されましたね。そういえば秘策とおっしゃっていましたが。秘策なるな。
ただハッタリをかまして敵を脅し合うんだか。援軍として参りました。何の矢があったか。この先は敵の守りが立つ。そこで次の手、敵の装備を奪い工作兵に着せてくれ。騒ぎを起こさぬよう秘密裏に頼む。いい流れね。石田三成って確か戦は苦手だったはずだけど、なかなかやるようだね。華麗な戦いぶりだね。あとは任せてもいいかい。よく呼んでくれた。いざ参る。私も真の三国武士に喜ばしい限りです。いい流れね。さっさと逃げるぞ。敵の方、敵もさすがに勘づくだろう。あと少しで策がなる。転送した兵を敵にぶつけろ。あの人の能力は大したもの。でも言い方で損をしているようね。伝令、付近の調査を完了しました。特に怪しい仕掛けは見当たらず。なんてこった。三成さんに一杯食わされたってことか。見事だ。決して敵には回したくないな。覚悟しろ。お前たちは味方のはずじゃ。とにかく応戦しろ。障壁は排除した。進むとするか。いとも簡単に同士打ちを成功させるなんて。敵が間抜けだっただけだ。こんな戦果誇るに値せんな。魔人の娘がさばいてやる。戦いたくもない。だけどありがとう。この世界の連中はバカ者ぞろいと思ったが、お前たちは幾分マシだね。ここまで来れば一安心か。お前たちもそれなりに役に立ったぞ。三成様、おい。で、おお、そうか。まあ、それは。そうね。